感染症者のプリントをさ、ちょっと1枚出しておいて、それと健康チェック表。こっちにある。献血。低酸素症。そうすると、まあ、各臓器の機能がちょっと落ちると。機能が低下する。で、レントゲンで、まあ、肺がちょっと白い、まあ、肺炎と書きますけど、肺炎、気管支、肺炎、まあ、要は呼吸器の機能が落ちていると。だから口を開けてさ、努力して呼吸してる可能性がありますよね。この、こういったこととか、貧血でもやっぱり一生懸命空気を取り入れたいと思いますので、それから消化器の低下症、これはあの消化管内ガス、腸のガス、あんなにガスはたまらないですから、ある普通はね、そんな状況です。で、今から説明してから治療していきますけど、はい、まず血流を良くする治療をしたいと思いますので、この機械で赤い光が出てくるんですけど、近赤外線という赤い光が出てきます。でこれもともとですね、人間のあの整形外科でよく使われてるんですけど、慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、そういうところに当てて、光は4センチ中まで入ってくるものですから、それで血流を良くして炎症を沈めたり、あと皮膚病、それから、まあ、脱毛症、口内炎外症。でここで、まあ、この子に使いやない消化器の機能も呼吸器の機能も落ちていると思いますので、体全体にちょっと2分ほど当てさせてもらいます。でそれと薬を今作ってるんですけど、この子用に今見たんで、1日2回飲ませる薬と1日1回飲ませる薬を出てます。1日の2回飲ませる薬の中身ですね、エンロフロキセス、これは人揚げさんに使って大丈夫の抗生剤、まあ、呼吸器とか消化器とかともに効くと思います。それからモチャプリド、消化管機能改善薬なんですけど、まあ、要は胃腸の動き機能を高めると。メトクロ、フラミド、作用基準は違うけど消化器の機能を高めるのとプラス吐き気を抑える生徒作用、それからあとは、まあ、カルシウム粉は今まで通りかけてください。あの特にコオロギにかけた方がいいです。コオロギがね、あのコオロギが昆虫がね、コオロギでは昆虫がリンがものすごく多くてカルシウムが少ないんですよ。まあ野菜かけてれば一緒なんですけど、食べてれば。だからそこのカルシウムを補うために昆虫にかけてほしいですね。であと太あご冷えトカゲのペレット持ってらっしゃる問題、ペレットタイプのちょっとあのあれ食べないんですよ。いやでそれをね、食べる野菜、これはちょっと太あごじゃないんだけど肛門だけど、成分は肛門も太あごも一緒ですわ。このペレットをね、粉にする、でカルシウムのパウダーと同じような感じにしてもらってやるという。そうすると、これ栄養のバランスが取れてるから、はい、うん、これもぜひとも、ちょっともう一回購入して、うん、食べてください。それが貧血に効く。まあ、バランスよく食べるとね。で、あとカルシウム。それから、あとは鉄。鉄。うん。まあ、貧血に効く。でもやっぱり、鉄だけ補っててもダメでね、バランスにご飯をしっかり食べないとなかなか難しいですよね。それから、あとタウリン。タウリンって受容器お素材に入ってるんですけど、肝臓を元気にすると言われてます。まあ、あとはビタミンで、ビタミンはですね、もうちょっと言うと脂溶性と水溶性であります。脂溶性ってのはビタミンの A とか D とか E なんですね。で特にこの D がカルシウムの代謝を良くしてくれます。だからカルシウムを取って、で
D を与えて、でそれプラス UVB。 日光浴してます？はい。あ、いいですね。ガラス越しじゃなくて直射日光で。直射日光です。はい、それが正解です。あの UVB はガラスを通さないですから、はい、必ず直射日光で、まあ、1分から30分ぐらい、その季節に合わせてねやってください。水溶性ビタミンも補います。 C とか B ね。でも一番補いたいのは水溶性の方なんですけどね。だからよくさ、爬虫類用のカルシウムにはさ、ビタミン D が一緒に入ってるやつもあるんですよね。そういうのもやるといいかも。ただカルシウムだけ与えてもダメで、絶対日光浴がないとカルシウムの代謝が良くなりません。それから続いてビタミンと、はい、ブドウと、まあ、これはちょっと口当たりを良くするためにちょっとだけブドウ糖をつけて甘みをつける。あともう2つね、プロバイオティクス。プロバイオティクスってあのヨーグルトとかで書いてあるんですけどね、腸の善玉菌。ちゃんとご飯食べていいうんちが出てくれると、それにプラス腸の善玉菌を入れてあげると腸の環境が良くなりますんで、そうすると免疫力が上がってきます。では最後、アガリクス。アガリクスってのはキノコなんです。私たちが食べるキノコ、椎茸とか舞茸とか、まあ、えのきとか、キノコ類にはベータグルカンという成分が入ってるんです。で、アガリクスはこれがたくさん入ってるわけなんですけど、このベータグルカンがやっぱり免疫力を高めます。20、30年前にガンヌスに流行ったですね。その頃めっちゃ高かったんですけど、まあ今ちょっと多少その頃に比べればなんか下がってきたので使いやすくなってます。うん、1日2回飲ませる粉ですけども、粉を、で、まあ薬ができたら私の飲ませ方を実演しますんで、水で溶かしてツロツロ飲ませる。B の薬、これは1日1回。で、夜やってほしいんですけど、こちらにはフィード、コーチシブ、消炎鎮痛剤、炎症を鎮める、苦しいのを取る薬です。で、とりあえずこの消炎鎮痛剤のフィル、消炎鎮痛剤には、ね、2種類あるんですよ、大きく分けると。ステロイドじゃないのぞ、ステロイドと。で、これはまあ、非ステロイドの消炎鎮痛剤。まあ、代表的なので言うと、アスピリンとかね、ロキソニンとか、ね、その辺が、ヒステロイドの消炎鎮痛剤です。ただし続けなきゃいけないです、こんな状態だと。そうすると例えばアスピリンを毎日飲むと絶対胃腸があります。だからロキソニンはね、まあ1週間ぐらいはいいけどさ、まあ何週間も続けると腎臓に負担がかかります。とフィドコキシブってこういうコキシブ系の、まあ、消炎鎮痛剤 N セーズって言うんですけども、これは、まあ、消化管とか腎臓への負担がめちゃ少ないんで、かなり長期に続けられるタイプのヒステロイドの消炎鎮痛剤。これにこちらにもブドウ糖をちょっと混ぜます。ただコンデナーが悪かったらステロイドにします。でまずは非ステロイドの方で良くなってくれればかなと。まずこれを今作ってるとね。それであとはいろんな検査ができませんから、検査の代わりだと思ってジルちゃんの健康チェック用をつけてほしいんですけど、体重を毎日測る。で台所で使う測りを一つ用意してください。で今日の体重が549ですね、6月の11で。あとは環境、まあ暖かいところにいるんですよね、はい、湿度もあります。まあ湿度はまあそこまで高くはないと思います、ね、まあ実際にこういうのをあの子の近くに置いて、はいはい、温度差が知りたいんで、もし測れたら、測れる日だけでいいですけど、はい、朝一番と昼過ぎと、はい、夜、特に天気がいい日と曇っている日と両方やった方がいいですね。で、あの子のいる場所の温度湿度を測ってみてください。で、温度はまあもし可能であれば25から30度ぐらいがいいかな。湿度は40から60ぐらい、だから40を切らんように。だから温度に関してね、冬はなかなかここまで無理だと思うんで、もうちょっと下がってもいいんですけど、もうちょっと高いかもないですね、ゲージ内が。ゲージ内がだいぶ温度高いのがあるんですね、もうちょっと。あ、高いですか。いや、30から多分38、40までやらない感じは。ああ、なるほどね。いいですよ。全然構わないです。で、あと、まあ、暖かい環境で乾燥しないように。で、続いて、まあ、さっき言ったけど、日光浴は必ずできる気がすると。温浴してます？お風呂は入ってますが。どれぐらいのペースでしますか？4日に1回は。あのね、もし可能だったらできない。
1日1回やってください。忙しかったら2日に1回でも3日に1回でも、できれば1日1回で何分ぐらいやります？20分ぐらい。 お湯冷めません？あ、立ち湯してます？お風呂に、はい、一緒に入ってます。お風呂の中にちょっとOK入れて、はい、あ、なるほどね、はい、本当で、ちょっとぬるめに多分30、うん、まあ38から4、38ぐらいしていいですよ。38から、まあ40は暑いかもしれないけど、38超えてもいいと思います。で、まあ通常は1分から5分で私言ってるんだけど、別に20分でもいいです。ただしお湯が冷めてないことね、あの子の入ってる、それだけ確認してもらえれば20分やってるんです。で、それが終わったら一回体拭いてドライにして、スポットライト、この時に40度から30度の環境に置いてほしいんですよ。大体まあ30分から1時間ぐらい、そうするとですね、やっぱ代謝が上がりますので、そうすると飲ませる薬もよく効いてくれる。とにかく代謝を高めてあげたいということですね。だから、ただ全部が40度ではちょっと逃れてないとちょっと辛いんで、長い時間なら絶対30度のところも作った方がいいかな。あの子の意思でね、動けるように温浴で。で、次食事は1日1回やってらっしゃるとしたら、ちょっと1日1回やった方がいいですね。で、あのコオロギは今のペースでいいんですけど、はい、必ずカルシウムをかけてもらうことと、野菜にあのフタオヒエフードのペレットをね、振りかけてね、なるべくそれも食べさせてください。そうするとかなり違うと思います。動きはあります。まあまあ動きはありますね。一人で勝手に歩いていくと。じゃあ、まあ100として、まあ100としましょうか。でも100じゃないかもしれない、80ぐらいにしましょうか。で、ご飯はどんだけ食べたかね。だからフタオヒエフードはもうちょっと、多分ちょっと大きさわかんないけど、これよりももうちょっと大きいと思います。大きさが違うだけで成分は一緒ですから。これを何個分食べたかっていうのをちょっと記録してもらえるとありがたい。からうんちをしっこが出たかどうかね。で、実を言うとね、フタオヒギトカゲさんの検便するとですね、6割の子で寄生虫を発見します。あ、へー。はい。だから、まあここでうんちしてくれればそれで調べるのが一番いいんだけど、一回検便した方がいい。したことあります？ないです。ないです、はい、絶対検明した方がいい。原虫とかね、原虫ってね、ジアルジアとかトリコモナスとかね、他にもいろいろいるんですけど、人にうつるのが多いんですよ、原虫は。はい、だ絶対検明した方がいいですね。で、お家でしたやつを持ってきてもらうのになるべく直近のやつ で乾燥してしたら困るんで、サランラップかなんかでくるんでね、乾燥しないようにして持ってきてください。そうすると結構出ます。まあ出ない子ももちろんいるんですけどね、でもワンちゃん、猫ちゃんに比べると全然出ます。で、ましては牛のお風呂入ってるとかって言うんだったら絶対した方がいいですね。はい。で、あとはその口開けでゲップする、まあ多分開口呼吸の気がするんだけど、まあ、開口するかどうかね、これが減っていってほしいわけですよ。だから変わらないのか増えていってるのか、増えていったら困るけども減っていってるのか。でもあんだけ肺が白いとさ、そうすぐには閉じないし、それから貧血も治療していかないと開口呼吸が収まらない。貧血があるからあの免疫力が落ちて、うん、そういう肺の機能が落ちる、肺炎とかになってしまってるんじゃないかなと思われます。あとどれぐらいで薬できます？はい、ちょっと長くなったらいいかと。